ここまでのトップは船木和義、そして金子雄介の2回目です。金子にとっても来シーズンは世界を相手に並ぶ。ジャンパー、いざ来た、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 ものすごいジャンプだ。レコード、どうだ。さあ、バッケンレコード141メートルを超えたか。ものすごいジャンプを見せました金子雄介。さあ、飛距離はどうか。いや、よく立った。まだ飛距離が出ませんが、ものすごいジャンプということに変わりありません。立ってますね、ちゃんとね。ヒルサイズをはるかに超えるジャンプ、しっかり着地も決めました。まだ計測が行われています。この大倉山のバッケンレコードは141メートル。これだけ時間がかかっていると可能性っていう部分では、まだ出ません。距離が出るか。合計で145メートル。すごい、バッケンレコード更新、金子雄介。すごいジャンプを見せました。このシーズンの締めくくりにものすごいジャンプです。これ145メートルという距離もさることながら着地をきっちり決めました。なんかどこまで行くんだと下で見てて思いましたけど、そうですね、なんか気づいたらもう一番下の笹を越えて飛んでたんで、どこまで行ったのかなっていう感じですね。今シーズンの締めくくりで大ジャンプですよ。そうですね、なかなかシーズン前半は苦しんだんですけど、後半になって良くなってきて、またこういうジャンプできて、はい、来年につながります、はい。